今日7回目、主語動詞ですね。これ徹底です。徹底、英語の肯定文っていうのは誰が何するできてます、全て誰が何するんですね。はい、なので主語動詞をまずは作れるようになりましょう。まずここまで言えれば言ってることは伝わるので相手が聞き返せますしね、次の飾りをつけやすくなりますからね。はい、まずは主語動詞ですね。で、今日のポイント、この動詞は2つあるんですね。 B 動詞と一般動詞、これどっちしか使わないから一緒に使わないってことを知ってくださいね。一緒には使わない、どっちかあなたが選ぶんです。主語決めて次動詞、あなたが B 動詞なのか一般動詞なのか選んでください。あなたが選ばないと文章ができないんですね。お尻から考えないように、必ず主語動詞から考えないと、動詞が決まらないと次の残りも決まらないんですよね。はい、ということです。で、 B 動詞っていうのは、まあ、am、is、are、 この3種類しかないんですね。はい、言えることは状態や存在です。まあ基本状態ですね。主語とイコールのことです。後で説明しますね。はい、一般動詞はそれ以外全部の動作、食べるとか飲むとか寝るとか遊ぶとかね、全部の動作ということになりますね。で、この2つしかないのでね、状態をただ状態って感じで言いたいのが B 動詞で、アクション、動作をするなら一般動詞っていうふうに選べばいいだけです。ただあなたが選ばないといけないということですね。なのでこういう文章はありえません。 I am like sushi みたいなね、うっかり言っちゃうことあると思うんですよね。うっかり言っちゃうことはあります、全然いいんです。知識として知ってることと運動として使えることっていうのは時差があるので分かってるならいいです。分かってるなら訂正できるので、はい。なのでただないってことはね、はい、どっちかでいいので、ここは寿司が好きだから I like ですよね。はい、案はいらないぞということです。どっちかで良いということですね。はい、じゃあ見ていきましょう。 こちら例文ですね。はい、 B 動詞使う場合こんな文章、 I'm an office clerk。 はい、私はオフィスクラーク、会社の事務員ですね。はい、私イコールオフィスクラークですよね。 B 動詞がイコールでつないでいます、状態で表してるんですよね。はい、 I'm は I am の短縮ですね。まあ基本短縮で話す方が多いので慣れときましょう。はい、次、I が抜ける、抜けない、白字ですね。I'm in sales。 はい、私はセールスっていうのは営業ですね。営業の中にいるってことは営業担当、営業部のものですってことですね。はい、 I'm in sales、 もう簡単ですよね。営業部の中にいる、だから営業担当、営業部のものですっていうことになりますね。はい、これも結局まあ存在なんですけど、私はいるよと、この中にってことですけど、結局はこの私がインセールズなので同じですよね。つないでるということです。はい、 B 動詞ってこういう役割、具体的なアクションは言えないっていうことですよね。はい、ここまでいいですか。じゃあ次、今度は一般動詞ですね。一般動詞、はい、 I work for a travel agency。 はい、私働くよと、はい、ここで SV ですね。主語動詞、はい、私働くよで終わっちゃってもいいんだけど、 for travel agency、 旅行会社に向かって、なので旅行会社で働いてるってことになるわけですね。はい、ここは飾りということになります。 modifier、 飾りですね。なくても文章は通じるし成立してんだけど、まあ、I work、 私働くよ、殺風景なんで for travel agency で、旅行会社でということになるわけです。はい、働くっていう行為は動作なんですね。はい、じゃあ次、 I have a meeting every Monday。 私は持ちますよと、はい、私は持つよ、何を、ミーティングを、はい、SVO 文型ですね。私は持つよ、何をね、ミーティングをっていう風にこの動作の対象物が来てますね。はい、ここまで文型おしまいなんですけど、この飾り every Monday、 はい、毎週月曜日にっていうことになるわけですね。はい、次、 I give him some assignmentsはい、主語が I、 gave は give の過去、 give の過去ね、 give の過去、 give はあげるですね、与える、あげる、彼にあげるよと。はい、これが1個目の O、 もう1個 assignments、 これが2個目の O、 彼にあげるよ、 assignments あげるよってなってるわけ。はい、 assignment って何かっていうと、これは、課題、お仕事ですね、基本的にはね、仕事の課題ですね。まあ仕事を振ったってことですね、与えたってことですね。まあ、ホームワークの意味もあります、宿題って意味もありますけれども、仕事での課題って意味があります、アサイメント。はい、まあ、サムっていうのはもういくらかのっていうちょっと分量を表してるわけですよね。はい、なので私は彼にいくらか仕事を振ったってことですね、仕事を与えた、課題を与えたってことですね。はい、では次、 I make you happy。 はい、今度 SBOC 文型です。
愛が主語、メイクが動詞、私は作るよ。 You、 あなたを作るよ。あなたをヘアピー状態に作るよ。あなたを幸せな状態にする。私はあなたを幸せにするということになるわけですよね。はい、これ全部の文型はね、別の動画でお伝えしてますので、見られてない方はよかったら見てみてください。というふうにこんな感じでね、動作ですよね、一般動詞っていうのは。なのでご自身がお話しするときに主語を決めて動詞 B 動詞使うのか、状態でいいのか、イコールの状態でいいのか、ね、具体的なアクション動作で言うのかをあなたが決めないといけないわけですね。ということになります。結局どの動詞を選ぶかで右側は変わってくるわけですよね。だから主語動詞から決めないと右側はどう作るのか変わってきちゃうということです。英語はお尻からは作れないんです。絶対に左からなんですよね。これを徹底しましょう。だから主語動詞徹底ということです。後ろから考えても時間の無駄ですから、はい、変わるのでということですね。はい、ということになります。はい、じゃあこう見てみるとですね、文型で言うと、ここ I'm an office clerk は SBC ですね。 I'm in sales これ SB ですね。はい、I work for a travel agency SB ですね、これね。はい、I have a meeting SBO ですね。はい、I gave him some assignments SBOO ですね。I make you happy SBOC っていうことになりますね。まあこれ語文型ですね。はい、ということになります。はい、じゃあ次、天気とか時間は主語を it にするっていうの決まってるのでこれ覚えましょう。はい、ミスターエビンの中学文法のドリルでも60ページに書いてありますね。はい、もう主語は it って決まってるやつです。はい、こんな感じ。 It rains a lot here。 はい、 rain っていうのはこれ動詞なんですね。動詞です、一般動詞ですよこれね。雨が降るという一般動詞。はい、なので主語になる人が特にいないんですよ。お天気さんっていう人必要ないんですよね。はい、雨が降るっていう動詞なんで主語は it って決まってます。こう空席を置けないから特に意味はないんですね。はい、で三人称単数なので s つきます。はい、雨が降るよ、a lot、 たくさん、これ副詞ね、たくさん、 here、 これも副詞です、ここでってことですね。これ日本語と全然語順が違うんですよね。日本語だったらここたくさん雨降るよとか、ここ雨多いよとか、ここはねみたいな、ここはとか言ったりするんですけど、もうはだから主語とかじゃないからね。はい、英語の型を意識していきましょうね。はい、って感じです。じゃあ次、時間ね、 it's 8 o'clock。はい、8時ですってことですね。はい、オクロックはまあ、直近の時間につけますね。つけてもいいし、つけなくてもいいです。時間って分かるときにはつけなくてもいいです。または AM とか、午前中だったら、午後だったら PM とかもありえますよね。はい、っていう感じですね。はい、とにかく時間のときも主語は It ですね。はい、ということになります。もうこれ覚えちゃいましょう。天気と時間は主語 It。理由は空席を置けないので、英語は必ず主語動詞って空席を置けないので、主語になる人いないから it 置いちゃえってなってるわけですね。以上です。はい、じゃあ作文していきましょうね。はい、ナンバーワン、私営業やってます、言ってみてください。主語動詞ですよ。はい、 I ですね。まず動詞どうしますか。営業やってます。うん、営業やってるってことは営業の人って言えばいいので I'm a salesperson。はい、I'm a salesperson。 私自身が営業の人だからイコールですね。 B 動詞でつなぎます。はい、これは salesperson は、自分から会社に出かけて、他の、ね、会社に出かけて行って物を売る人も指すし、お店で待ってて売る人もそう。だから日本語だったら営業は外回りだけを指しますよね、結構ね。で、店内で売る人は販売って言ったりしますが、まあどっちも一緒、結局物を売る人なので、はい、ということですね。 Number two、私服売ってます。はい、主語は I。 じゃあ動詞どうしますか。売る、どっちですか。動詞、一般動詞ですよね、動作ですからね。はい、売るっていう動詞は sell。 はい、何を売ってんの。服をですね。はい、服を目的語は言います。 clothes。 以上、 I sell clothes ですね。はい、主語動詞からじゃあできました。 No.3、 私東京駅の近くで働いてます。はい、主語は I ですね。動詞は働いている、働くは work。 はい、これで終わっていいんだけど飾りがついてます。東京駅の近くで、何々の近くで、 near 東京ステーション。ちょっと待って、
はい、near Tokyo Station になりますね。はい、number four、ネットで会議しています。はい、会議してる人は誰？主語は I ですね。I、会議するってことはミーティングを持つので、I have a meeting。はい、私は持つよ、ミーティングを。で、どこで？ネットで。オンライン。OK。ですね、場所ですね、最後に。はい、number five。母に花をあげました。はい、あげた人は誰？主語、私ですね。I。あげるはさっき出てきました。give ですね、その過去。gave。I gave 誰に？母に。my mother。はい、私はあげてよ、母に何を？ flowers。まあ、ここに some とか入れると英語っぽいですね。flowers。終わりですね。はい。I gave my mother some flowers。いいですね。はい。私はあげたよ。お母さんにあげたよ。何を？ flowers をあげたよ。SBOO を取ってますね。はい。good。number six。おいしい食事って幸せ。はい。こういうのってね、よく言いますよね。はい。おいしい食事って幸せ。なので、おいしい食事が私をハッピーにするんですよね。はい。SBOC で作ってみましょう。はい、美味しい食事、もう超簡単に言いましょうね。good food、 good food、 はい、good food が makes me、 私を作る、 happy に作るんですよね。 good food makes me happy、 良い食事、美味しい食事は私を作るよ、 happy に、 私を幸せにする、だから美味しい食事って幸せってことになるわけですよね。はい、こうやって左から右に作っていくわけですよね。おっと、もう一個。はい、では7番、私の地元では冬雪が多いです。はい、天気ですね。 it という主語にしましょうね。はい、 it、 雪が多いってことは雪が降るっていう動詞です。 snow ですね。はい、これも三人称単数なんで s つけます。 snow はさっきの rain もそうですけど、 rain も雨っていう名詞の意味もあるし、雨が降るっていう動詞の意味があるんですね。snow も一緒で、雪っていう名詞の意味もあるし、雪が降るっていう動詞の意味もありますから。はい、ここ動詞で使ってますよ。it snows で、これで終わっちゃっていいんですね。雪が降るです、これで。はい。で、たくさんだから、a lot。で、私の地元、地元は my hometown なんで、in my hometown。と言えばいいですね。はい、こんな感じですね。こういうふうに必ず英語はですね、もうしつこいんですけど、左から右って決まってるので、作り方。ね。右から考えないように、必ず左から右っていうふうに決まってるんですよ。右から考えると、時間が無駄です。そして、間違いやすくなります。あとですね、お話しするときですね、話すことをポイントを言っておきますね。英会話初心者さんは、とにかくですね、主語から言うように徹底してください。飾りからね、言うことっていうのもね、正直、飾りとかなんか、エブリバンデーとかね、飾りから言うことも正直可能なんですよね、別に。例えば、この飾りって前に移動して、Every Monday, I have a meeting 言っても正しいですよ。正しいです。ただですね、正しいんだけど、まあ、基本的に主語から言う方が多いんですよ。飾りをわざわざ前に出すときって、飾りを強調したいときなんね。飾りを前に出すって、飾りを強調したいとき。だから、毎週月曜日にって、わざわざ言いたいときに前に出すんですよ。はい、大事なのはとにかく主語動詞からが大事なので英語はね。で、あともう一個、英会話初心者さんに置かれてはですね、飾りを前に話そうとするとどんどん日本語の語順になってきます。だから英語のセンスが身につかないんですよね。だから特に英会話初心者さんは主語から言うように徹底してください。なぜかというと日本語が飾りから言う文化だからですよ。だいたい日本語って明日ねとか月曜日はねとか周りから言うことが多いので、だから英語をその喋り方で飾りから言おうとしてしまうと主語動詞とかが分かんなくなります。いいですか。目で見てるのと運用レベルって違うので、運用するときはできるだけ自分が話しやすいように、英語のセンスがつけやすいように話した方が絶対に間違えないです。間違いなくなります。なのでセンスを身につけるためにも、そしてそもそも主語から言うことも多いので、はい、主語動詞から言うように徹底しましょう。飾りは後でいいんです。後でね、ということになります。はい、では本日も何か気づきがございましたらグッドのボタンをいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。主語動詞から話してみましょうね。早速バイ。